はですね、表にもありますエレクトリック系の最初からシングルコイルのモデルから音をお聞かせしようと思います。エレクトリック系はですね、あ、そうだ、この交差系も説明しないといけないんですね。カタログにも写真がありますので、見ていただけると思うんですけど、こちらのノブ、こちらでモデリングのタイプを選んでいただきます。こちらをですね、モデルセレクターと呼んでおります。シングルコイルのバンクから始まりまして、エレクトリックバンクが 1,2,3,4,5 個、それからアコースティック系とユニーク系を合わせたものが4つ。今言った2つの分類というのはマグネットピックアップかピエゾピックアップかで分かれるわけですけれども、それからですね、ユーザーのバンクというものが2つありまして、そこには、お好きな音色を並べていただくことができます。この実際の使い方は、後々ご説明いたします。このモデリングセレクターと合わせて、このピックアップセレクターのように見えるこのトグルスイッチ、これでそれぞれのバンクの中の3つの音色を切り替えていただきます。実際にはですね、エレクトリックタイプの場合はギターのタイプを選んだら、このスイッチはピックアップセレクターとお考えいただければ結構です。まずシングルコイルの音、ポジション、真ん中のポジション、ネックピックアップというふうに切り替えるとお考えください。で、この2つのノブは、ボリュームとトーンとして働きます。で、このシングルコイルのモードの時は、それぞれのピックアップのコイルを1つだけ使って、DSP で音を加工して作っております。書いてあります。これ先ほども向こうで試奏していただいた方がお分かりいただいてましたけど、ビットインというのは間っていうんですけど、いわゆるハーフトーンですねを作っております。ハーフトーンが3つあるんですけれども、ネックポジションがいわゆるポジション4と言われるところですね。アメリカ人がこうストラトのポジションにいるときこっちから言うんですよね。 1,2,3,4,5 っていうんで、ネックピックアップとミドルピックアップのハーフトーンがここのポジションになります。この真ん中のハーフトーンはですね、実際ハーフトーンというのは2種類あるわけですよね。こちらのネックピックアップとミドルピックアップのハーフトーンがこのピックアップセレクターをフロントにした時の状態で、このスイッチをリア側にした時にはブリッジピックアップとミドルピックアップのハーフトーンです。じゃあこの真ん中は何かって言いますとですね、DSP で、処理していく間にその2つの間というのを想定したらこんな音になるというものを設けております。このピックアップセレクターとして考えた場合、低音中心の音色からこう高音中心トレブリーに変わっていくという考え方では、ハーフトーンという土台の上でその変化を3段階作っているとご理解いただければと思います。
ガーというのはこれハンバッカーのことです。次にですね、モダンっていうのがあります。これはあのモダンって書いてますけど、現代的なエレキギターのモデリングという意味でありまして、いわゆるシングルシングルハンバッカーのギターの、音を作っています。ただですね、シングルモードの時のシングルバンクの時の音とは若干違えておりまして、まあ言ってみれば、ストラト的なボディに、シングルシングルハンバッカーを乗せたような音ということで、ハンバッカーの音もバッカーのバンクのそれとは若干違う音になっております。的な音を出すためにですね、若干ミドルのピーク的なところを DSP で作っているとお考えください。モダンの方はそれを若干あっさりした感じにして、まあ、ストラト的なボディにハンバーカーを乗せた時の音を意識しているという感じになります。それからエレクトリック系の最後にですね、エレキ12弦の音を入れております。これもですね、ピックアップセレクターに相当します 3way トリグルスイッチで、このバンクの中の3つの音色を切り替えていただけるんですけども、ネックポジションの時は、この表にはダウン12弦とダウン12ストリングと書いてありますけど、低い音のオクターブが重なったような、1つ目のもの、12弦ギターっていうのは1弦と2弦はユニゾンで、3弦から6弦までオクターブ高い音が復元として貼ってあるわけですけども、あえてこの、エレクトリック12弦1番の方では1弦2弦もオクターブ上を重ねています。についてここでご説明しますと、エレクトリック系はですね、ディストーションがかかるになっております。こちらにボタンがあってオンオフ、それからこちらのノブでその効果の強さを調節していただけます。で、今のエレクトリック12弦はエレクトリックグループにあるので、こっちもディストーションをかけることができまして、
先ほどのダウン12弦を歪ませたりとか非常に重厚しアグレッシブな音を表現することもできます。それからこのディストーションなんですが、ハンバッカーにしてちょっとやってみましょうかね。今オフにして、アンプは、若干クランチ気味にセッティングしてあります。このディストーションで全部の歪みを作るというよりも、アンプなりエフェクターを、一応クランチまでいけるぐらいのセッティングにしておいて、ギターのボリュームを上げてクランチになったと。でその上でですね、さらにもうワンキック与えるというか、まあ、ブースター的に、あえて低めにセットしておいてスイッチで切り替えると、若干ゲインが上がって、使いやすい、手元で、スイッチオンオフできるブースターが入っているような感じに使えるので、このディストーションの、音のクオリティで全部の音を作るのではなくて補助的に使うというのは一つのコツとして、おすすめできるかなと思います。ここまでちょっと駆け足になりましたけど、エレクトリック系のご説明をいたしました。